智弁学園和歌山小学校、中学校、高等学校は、和歌山県和歌山市冬野に所在する、市立小学校、中学校、高等学校。通称は、智弁和歌山。智弁学園中学校、高等学校、智弁学園奈良カレッジ小学部、中学部、高等部とは設置者が、同じ兄弟校。1972年頃、 奈良県五条市の智弁学園中学校、高等学校では生徒の40%が和歌山県から通学していた。和歌山県からの生徒には和歌山県から私学助成金が出ていないため、当時の校長が和歌山県の大橋正夫知事に出向いた権威がある。大橋知事はそんなに多くの生徒が通っているとは知らなかった。和歌山に進出してはどうかと語ったという。 和歌山県に当時優秀な私学はあまりなく、優秀な生徒は奈良県や大阪府の進学校に流出していた。また、1978年には高校生の急増が予想され、和歌山での高校設置は課題でもあった。知事の意向を受けた和歌山県議らが、五条市の智弁学園を訪れ、和歌山への進出を強く要請した。創立から10年余り、 優秀生の獲得に苦労していた、智弁学園には第2校を作る余裕はあまりなかったが、和歌山県教育界の熱意に惹かれる形で開校を決断。智弁学園にとって和歌山からの生徒を減らすような兄弟校の開校は難しい賭けでもあった。和歌山県が用意したいくつかの候補地から JR 機の国線、黒江駅近くの根見山が選ばれた。 若浦が一望でき、和歌山駅から電車で20分程度で通える。2020年4月現在、通学時間帯に日本半和線からの直通列車も走っており、本校に通学する生徒の多くが利用している。1978年4月に、千弁学園和歌山中学校、高等学校を同時に開校したが、生徒は動かなかった。初年度の高校入試で、 定員300名に対し、受験者はわずか301名。しかもその半分を不合格にした。県議会は批判したが、先々どのような学校にするかを考えた末の苦渋の選択であった。五条の智弁学園と同じく70分授業、1日3時間の自主学習、野球の全校応援も踏襲され、和歌山校は五条校で徐々に形作られた教育を強化する。 形で展開している。その結果、高校1期生にあたる1981年から兄弟合格者を輩出し、1993年は東大合格者数が単年度で20名を突破。また野球部も1985年に選抜初出場。1994年には春優勝。1997年、2000年、2021年には夏優勝を果たした。 2002年には、智弁学園和歌山小学校が開校し、小中高一貫教育となる。現在、中、高6年一貫コース、編入コース、スポーツコースの3コースを設けている。中、高6年一貫コース、編入コースは、中後の時点で合流している。また、2017年度から、編入コースの文化部の活動が解禁された。スポーツコースは、高校で入学し、 甲子園出場を目指す。開学当初より毎年4月に韓国に修学旅行に行くのが恒例となっているが、2017年度から北朝鮮情勢を考慮して北海道に変更され、韓国は希望者のみの研修旅行となった。1991年より大阪の韓国総領事館から講師を招き、ハングル講座も開始された。と定められており、 各教室に掲示されている。東大、京大、国公立大学医学部医学科、防衛大学校や防衛医科大学校の合格者数は全国有数、和歌山県内では群を抜いている。都南館大学にも多数の合格者を出す。東大合格者は1990年代から2000年代は、 毎年20名ほど排出していたが、2010年代は8名や10名ということが多くなった。なお、2021年は8名であった。1979年総部。1980年より、高島ひとしが監督に就任し1987年夏に初出場を掴んでいる。その後1990年以降の和歌山県代表校の多くを同行が占めて、現在は、 県内最多の出場回数を重ねている。全国大会では、春夏合わせて4回優勝している。一度2002年の夏の大会の3回戦において、兄弟以降である、智弁学園と対戦をした。この時は7から3で、智弁和歌山が勝利している。2018年第90回記念選抜大会で18年ぶりの決勝進出を果たしたが、 大阪東院高校に2の5で敗れ準優勝となった。この年の夏の甲子園をもって高島監督は優待し、同校並びに智弁学園の野球部名誉監督に就任した。2019年からは阪神タイガース等でプレーした OB の中谷一志が監督を務めている。中谷監督就任後の2021年の夏の大会では、 智弁学園との選手権大会史上初の兄弟校での決勝で9から2で勝利し、21年ぶり3回目の優勝を決めた。ありがとうございます。